か待って、ごめんなさい、これ以上は有料です、ごめんなさい、これ以上はもう見せられません、無料では、ごめん。すごい時代になったね、マジで。 3D 配信ってすげえな。てかお金を払うオタクが増えてきてんのかな今。あれもすごいらしいじゃん、ファンティア。今コスプレイヤーバブルらしいよ。今ファンティアすっごいんだって。コスプレイヤーとかが、そのエッチな画像とかをサブスクライブであげますよっていう。500円とか、強気に出てる人は月3000円とか。どこまで見れるかは知らん。なんか、漫画描いてる人とか、エッチな漫画描いてる人とか、エッチなコスプレイヤーがめっちゃ活躍してるイメージがあるな。うん、俺ファンティアの話は聞いてきたんだけど、もうね、中堅ぐらいで月200とか行くらしいよ。すごくない？月。ファンティアってもう、いやなんかその、中の、なんて言うんだろう。中間業者みたいなのがたくさんあって、その人たちにどういう画像がいいかとか、その投稿するペースとか、投稿自体はあっちに任してみたいなことやって、楽にできるらしい。今、エッチなファンティアはマジでね、めたいらしいですよ。コロナで需要が増えたのかな？まあコロナで需要が増えたのもありそうだよね。単純に SNS に貼り付く頻度が増えたんじゃない？ああいうのって、ね、流入が Twitter からとかだろうから。流入が Twitter で、エロいお姉ちゃんいました。エロいお姉ちゃん見てたら、なんかファンティアっていうもっとエッチなの載せてます。見たくなるよね。1500円課金しちゃうよね。妄想すればいいじゃん。特殊技能だね。それで満足できるお前すごいよ。まあでも、その強みを生かしてるってのはあると思うけどね、やっぱり。若い女の子って武器であるからさ、それを理解してそれをお金に変換してるっていうのはいいと思うけどな。で、実際それがさ、回るわけやしさ、お金払って、男が買うわけやし。税金払ってんのかな？どうなんだろうね。いや、一回ネットを通すから、それは。払わないとバレちゃうと思う。風俗とかとは違うからさ、ああいうのって現金だけど。現金って置いときゃいいからさ、もらったの。ネット通すからもうバレっちゃうから、逆に払ってると思うよ。すげえよなー。その中間業者がどんぐらい儲かってんのか知りてえなー。バカ儲かるんだろうな、マジで。女の子も得するけど、中間業者がやばそう、ほんとに。しかも中間はサブスク1000でも見れるんやろ。その思考はなかったわ。その考えはなかった。そう、それずるいねと思うんだね。すごいね、ほんとに。欲求に従順だね。俺ちょっとも思い浮かばなかった、お前すごいな。嫉妬で生きてるね。とりあえずファンティアはバブルらしいんで、やってみたい人はやってみてください。でもバブルだけどやっぱり競争はあるっぽくて、その今コスプレイヤーとか自体、そのファンティアの使用してる人がめっちゃ多いんだって。まあ需要と供給が今ギリギリっつってた。ファンティアって何が見れるの？人によるんじゃない？クソエッチなのとかも見れるだろうし、てかもう出てるのが見えると思う。そういう人もいるだろうし、なんかその人のブランディングによる。普通に個人 AV 出してるとこあるよ。ああ、まあそっちの方が売れちゃうんだろうな、今。AV 新法みたいなのね、詳しくないんだけど、なんか出るまですげえ時間かかるようになったんでしょ。なんか撮影してから3、4ヶ月待たないといけないっぽくて、なんかコスパが悪いからっつって。で、それで、多分、ファンティアとかでやった方がなんか効率がいいんだろうね。月収4000万のポーンハバー。ポルノハバー。あ、俺なんか、あれか！あれ、なんかさ、カップルでやってる人とかいるよね。カップルで、なんか今日はこういうプレイをしてみた、見ましたみたいな人たちがいんのよ。で、10分ぐらいすると、じゃあ俺が10分見たのが今バレたんだけど、10分ぐらいすると、これ有料の方に流されんの。10分すると、で、なんか、続きは何々でみたいな感じで。有料、あれもサブスクライブなのかな？日本だけじゃなくて世界中から課金されるから。うん、なるほどね。海外のサバを通せば無修正でも脱法？は？そうなの？え？どういうこと？そんななんだ。グレーなんだね。いや、もうやり方たくさんあんだな。てか、とりあえずエロって金になんだな。とりあえず何かしら、もう何のコンテンツでもまず最初に金になることって、マジでエロ考えた方がいいね。VR も一番エロが金になるって言われてたしな。VR ゴーグルも。新しいなんかエンタメコンテンツが出たらマジでエロを考えた方がいいね。三大欲求がもうとりあえず金になるからな。今 AI にエロ絵描かせて Amazon で売って儲けてるらしいしな。まあ俺は賢いと思う、そういうのは。否定派じゃない、別に。自分の使えるものは使っていった方がいいと思う。
シャワさん、ギャルゲの効果音高い時のイベントみたいなアプローチかけてくれる女の子がいるんですけど、自分に自信がなくて強気に逃げません。助けてください。ギャルゲの効果音高い時のイベントって相当だよ。ギャルゲの効果音高い時のイベントってマジラブラブレベルだけどね。もはや、そのレベルのイベント起きたら自分に自信がつかないかい。ね、お前のなんか、ちょっと、その、感じ方が敏感な可能性もあるけどね。ギャルゲの、効果音高いイベントじゃない可能性がある。お前、プリント渡されたとかじゃないよな。目見てプリント渡されたとかじゃないよね。前の女の子に。二人でプール行きます。勝ちだよ。二人でプールなんてもうエロすぎだろ。何が起きてんねん。エロ。いいね。二人でプールか。たまんねえな。俺、小学校の時さ、近くに市営のプールがあってさ、学校終わったばっかでさ、すげえプール行きたくてめっちゃ急いで行ったらさ、たまたまその、なんていうの、1時間おきに区切られてて、その、1時間の時に、俺と女の子1人しか並んでなくて、女の子と2人きりだったんだよ。いや、めっちゃマジで、小学生にして俺興奮しちゃって。何が起きてしまうのと思ったら、その小学生の、その、同い年の同じクラスの女の子、小野寺って言うんだけど、水泳ガチ勢で、俺の横でさ、1時間がっつり泳いで帰ってったわ。そういう可能性もあるよ。ガチ泳ぎして帰ってった小野寺、自主練して帰っていきましたでもまあでも今回に関してはなんかそのコミュニケーションがあってたんでしょ。プールに行こうよっていうことでしょ。お前はだって自分に自信がないんだからお前からプールに行こうって言ってるはずないもんな。女の子かでしょ。勝ちだろお前。時期が外れてる時のねプールはあそこがおすすめだよ。サマーランドがおすすめだよ。関東圏内で、関東の人だけだけど、夏終わりとか、夏前とか、サマーランドめっちゃおすすめ。この前ナンパされたんですけど、ナンパする女の子ってどう思いますか？場所による。まあね、本当に宗教勧誘みたいなことあるし、なんかガールズバーとか近い街だと、もうそこら辺バグってる女の子多いからポンポン話しかけてくるし、でも全く関係ないそこら辺の街とかでナンパされたんだったら、お前が相当いい男だったんだな。俺ナンパたまーにだよ。ナンパされるところでたまにぐらい。渋谷のハチ公前とか、錦糸町のあっちの治安悪い方とかさ、街のなんかしけてるところでナンパとかあったらガチ上がっちゃうだろうね。ガチで上がっちゃう。そんな本物じゃん。なんて声かけられるんですか？なんか LINE 教えてくださいとか、この後空いてますかみたいな。土平日の日中赤坂ですいません、ご結婚とかされてますかって綺麗な女性に話しかけられる。危ないな。それはやばそうだね。アンケートだろ。アンケート説高そう、マジで。